さあやっていきます。野球つく10月分ということなんですけども、上がるのはこれ10月じゃないね、11月1日に上げることになるね。ちょっと過ぎちゃった、10月から。まあこれぐらいはね、誤差のうちってことにしてほしい。誤差のうちじゃないんだよ、10月じゃないんだよ、もう。でね、まあ10月になったということで、まあ大きなニュースとしてはあれでしょう、日ハムの監督が新庄になりましたよ。いいよってね。イエーイ、パチパチパチだよ。やったぜ。やったぜ、新庄。新庄。なんだこの新庄。3割6分46本。まあね、いろんな声があると思う。新庄の監督に関しては、いろんな声があると思うが、俺は、新庄好きなので、新庄が監督になったということを素直に喜びたいと思う。うん、なんかまたきっと面白いことをやってくれるだろう。プロ野球界でね、なんかまた面白いことをやってくれるんじゃないでしょうかね。これをね、これを言わなくちゃと、おっと。せっかくなんで、この試合をあれにするか、見る試合としていくか。でもこれ見ちゃったらあれか、日本シリーズがあれか、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 あれか。松坂も引退しましたよね。実は松坂の引退の試合は見てないけど、斎藤佑樹の引退の試合は見てないけど、いや、新庄のね、監督の前のビッグニュース、その一つ前のビッグニュースとしては松坂引退ですね。まあ、最後は西武で引退したんだけどさ、まあ、晩年の松坂といや、そこまでなんだろうな。ね。期待してたものを見せることはできなかったんじゃないかなと思うよね、ファンにね。西武ファンに対してね。見せれなかったのではないかなと思うけど、まあでも有終の美を飾ったんじゃないのかね。彼なりにとか言ってるけど、そんな。ね。松坂を彼なりにとか言える立場じゃないけど。お、誰か見つけてきてる。でもまあね。もっとこう、日本に帰ってからすごいピッチングしてほしかったよね、松坂に関してはね。それはやっぱりすげえな、なんか。もうごしゃごしゃしとんな。誰が誰や。鷹野でいいんじゃないか。これ鷹野ひさしていいんじゃないか。キャッチャーだし。不足してるキャッチャーだし。ひたすら育てる。それをまたあり。松坂だから何が言いたいんだっけ、大リーグで、メジャーでまあ活躍して、WBC で活躍して、まあ、ただ日本ではもう一つというかね、平成の怪物と言われたけど、まあでも正直ね、ダルビッシュとかの方が、いいピッチャーだったよね。勝利数とか見てみるとね、松坂の勝利数ってそんな大したことなくて、まあなんだろう、高卒1年目からバリバリ投げてた割には、もう一つみたいな感じの成績なんだよな、松坂ってな。いや、すごいけどね、170勝ぐらい超えてたと思うけど、170何勝だったかな、177か5かぐらい、75、それぐらい。うん、まあ、日誌の優勝決定の試合を今回はね、まあ、見ながら近頃の野球界について語っていこうかなと思う次第ですけどもね、まあ、勝ちたきゃとりあえず責任を投げさせておく。まあ、負けても、まあ、試合作ってくれる可能性があるのは、こっちですね。ガンちゃんですね。もう2勝だよ。強い強い。もううちが強すぎて話なんだ。ここまで4年も野球続けると、もう上昇軍団作っちゃうな。多少手抜いていかないと。もうゴールしていいような気がするけどな。盗まんといてくれ。頼む、盗まんといてくれ。大事な21億なんじゃ。これ FA 戦線にうちのチームが加わっていくのにどうしても必要な21億。ああ。2億。まあ、2億なら。2億は大きいわ。2億円盗まれて、まあ2億ならとはならん。とはならん。
テレテテテ、キャッチャー出したよね、森山卓。ほう、グラブさばきまさに職人。まあ、ドラフトで誰指名するかな。で、まあ、また、まあ、松坂の話に戻るけどね、さあ、この野球つくでも、松坂は超早熟か、はい、早熟か早めみたいな成長タイプにね、設定されててね、その頃から多分焼きつくのデータ的には、アソボーズのスタッフ的にはね、多分松坂に関してはそんなに長い活躍か長い期間活躍するタイプの選手じゃないのではないかというふうな、なんかあったんだろうね、思うところがね。さあ、この試合でうちは勝ちます。誰がいいかな、誰がいいかな。すっげーチーム。すっげーチーム。田中健介、大砲、相川。まあ、勝っちゃうもんね、調整しなくてもね。勝っちゃうからな。行こうか。なんか松坂がすごかった試合っていうのを日本時代にあんまり印象にないんだよな。なんかいいんだけどそこまでみたいな。球も速いしスライダーもいいんだけどそこまでみたいなね。なんでだったんだろうね、松坂がそんなにもう一つすげえ200勝ピッチャーとかにならなかったな。本当に多分数十年に一人という逸材だったと思うけど、でもまあ、わからん。わからん。ダルビッシュみたいにならなかったらなんでなんだろうなと思うけど、ダルビッシュもまあ、でも言うてだよね。だって俺はダルビッシュじゃないわ。まず、松坂と比べたいのは黒田だな。黒田の方が勝ってんだよな。メジャーでも通算でも。そこがすごく不思議な感じがする。黒田ってなんかそんなにすごいピッチャーって感じがしなかったもんね。でもまあ最後最晩年とかメジャーに渡ってからもう すごい本当にすごいピッチャーになったって感じです。武器もなんかね、外内に、ね、素晴らしい球があって、ね、ストレートも素晴らしかったけど、こうカットボールとかその手の球がツーシームとかカットボールとかが磨きに磨かれて、黒田はね、なんかメジャーに渡ってから一皮むけたって感じだった気もするぐらいなもんだけど、うお、ダメだ、強いわ、うちは。思うんだね、松坂については、まあ、そうよ、岡島もいたよね、レッドソックスにね。岡島も、あれ、松坂って、レッドソックスだよな、メジャーでは。だよね、あんまり、でもメジャーでもあんま投げてる印象ないね。え？レッドソックスだよな。確か。確かね。ストレートが外れてフォアボール。ファイターズ、ここでさらに引き離すことができるでしょうか。まあ一人の時代を作った選手の引退で、さあまあこれからまた時代を作っていくピッチャーが誰になっていくかっていうところあるけどさ、山本由伸がすごかったな今年はね。投手7冠だっけかな。7冠ぐらいしたんじゃなかったっけかな。何のタイトルで7冠か忘れたけどさ、山本由伸の時代になってくるんでしょうかね。もう試合が終わってしもうた。あれ？強すぎる。ペレペペレペペ。金子誠だけが外野フライ、犠牲フライで1点。岡島から取りも取ったり、初回から4点。もう勝ったな、これは。勝ったな、ガハハ。まあ、新庄監督について話すか。いやー、びっくりしたね。新庄になると思ってなかったから。なんていうか、まあ、現役引退後の新庄はずっとチャランポランしててさ、バリ島でずっと住んでてさ、
日本に帰ってこねえし、金がないし。で、まあ、ね、現役復帰しようとして、できなかったね。トライアウト受けたけど、まあちょっと声かからなかったりしてさ。俺はもうトライアウトで新庄入ってほしかったけどね、日ハムにね。まあ、それも、まあ、叶わんかったけど、でも、まあ、監督としての新庄か、まあまあまあ、まあ、いいなっていうね。いつか新庄に監督になってほしいなってずっと思ってたんだよ。日ハムファンとしてはどうなんだろうな。みんながみんな新庄が好きってわけじゃないと思うんだけど、俺は特に新庄が好きで日ハムファンになったぐらいだから、まあ、いつか新庄がね、また日ハムに戻ってくればと思ってて、こういう形でとはいえ、復帰ということになって、すげえ嬉しい。新庄がまた日ハムで復帰というのがまた嬉しいよね。阪神じゃないんだ、みたいな。まあ、阪神に戻ることはないとは思うけど、結局新庄は日ハムなんだなっていうところがね、なんかまた嬉しい。凡退したけどね。とにかく現役時代から派手な選手ではあったけどね、新庄ってな、なんだろう、真面目な選手だから、監督としても多分、クソ真面目にやるんだろうなっていう気がするけど、クソ真面目に、でも世間の度肝を抜きつつ、破天荒なことをするんだと思うけど、なんだろうな、いろんなことにストレスを感じないでやってほしいなと思うね。まあね、プロ野球の監督なんてね、叩かれるのが仕事みたいなところあるからね。まあいろんな、チョン・ミンチョルやん。おぉ。この漢字を見てチョン・ミンチョルと読むというところが、まあ俺が時代の、俺が野球の見てる時代があれだっていう感じだな。普通の人は読めないよ、これがチョン・ミンチョルって。さあ、6回まで冷風ですね。関根すげえ。ちょっとこの辺で変えとくか。あ、でも、まあ、めっちゃいいな、調子。まあ、変える必要ないけど、まあまあまあ、いろんなピッチャーで最後投げて勝ちたいよね。村田義則。で、そう、松坂が引退して、この野球つくないで、唯一残ってる現役選手が松坂じゃなくなって、福留になりましたね。福留になりましたね。だから、この220年前の野球のゲームで登場してて、なおかつ今なお現役である唯一の、また立山が打たれた。もうダメだな、立山は。俺の信頼と期待を裏切り続けてる立山だな。野球つくにおいてはなぜこうも打たれる。これだけの才能がありながらなぜ打たれる。おっと、新庄が出ましたので、即走らせましょうか。あの、この村田義則の後に阿部が出てくるんだけど、阿部も結構長いことね現役だった気がするけど、その阿部ももうまだ出る前のこのゲームでその頃にいた選手である福留がまだね、現役っていう不思議だよね。糸井はちなみにいないです。糸井は多分、まだ入ってないかな。入団してないかな。もう誰も残ってないよ。他のチームの誰も残ってない。唯一残っとるのが福留というね。最後、思い出のマウンドにいろんなピッチャー投げさせよう。掘った。もう架空の選手なので、もう存分投げさせてる。清宮もな、今年は結局1年
1年通して1試合も出なかったんだっけかな、1軍の試合に。うん、栗山もなんか最後会わずにお別れだねみたいな、なんかちょっとなんかねっちょりしたコメントを残して去ったけどさ、去ることになるわけだけどさ。いやー、清宮シリーズと言いながら清宮が1試合も出ない4年目でしたね。ヤクツクの成績以下に収まる、ことはないと思っていたのだが、4番に固定し続けた清宮がどうなるのかって。だってさ、4年間でまさかこう逆に試合が出なくなるとは思わないじゃないのね。ほったいいな。4番は高橋と3割5分7厘、この堀田が高橋と対峙する。ばらけるね、球がね。さすがにプレッシャーを感じる。ああ、ボール。清宮の打席、いい打席にしてほしいな、清宮な。多分最後の打席だぜ、今年最後の打席だぜ。一軍では一度見れなかったが、この焼きつくのゲームの中では清宮が日本シリーズで、さてどんなバッティングをしてくれるかなっていう。100打点いってほしかったな。94打点か、まあ十分だけど。持ってねえな、持ってねえな。清宮、お前という男はバンド150打点。もう殿堂入りしていいな、日ハム殿堂入りしていい選手になってきたな、おバンドが。フォアボール、プレッシャーで東出とは完全に買い殺しだよな。石本はダイソーでのみ使い続ける。というわけにはまあまあ試合にも出てる石本です。これだけ足が速いと逆に武器になるね。逆にってのも意味わからんけど、足だけ鍛えるっていうのも逆に武器になるね。バッティングとか守備は置いといて足だけ鍛えるっていう、それをまた一つやり方。ここでもう3投もいってみよう。早いもの早いもの、華麗なる一手。まあこれぐらいの機動力がありながら、シーズン中ではそんなに多分盗塁してないね、うちのチームね。これだけの機動力がありながら、それは監督の采配一つっていうね。大沢監督の、うちの監督の大沢親分があんまり監督積極的なタイプじゃないかな。そんなに盗塁数伸びないっていうね。そういうところはまあ野球つくというゲーム的にね、盗塁数を増やしたかったらやっぱりそういう監督をね、積極的に盗塁していく監督を選ばなくてもね。が、まあよし。野口大打そう。せっかくなんでね。せっかくなんで大砲出しておこう。巨人大砲卵焼きってね。俺ずっと巨人大砲卵焼きの大砲はこの大砲だと思ってたんだけど、どうやら違うらしいよ。大砲安崎だと思って、すげえゴロ打ったな、めちゃめちゃゴロ打ったな。
田中健介。田中健介の解説がいいっていう人もいるよね。いたよね。まあ何十での話だけど。田中健介とかも戻ってくるのかな。坪井とかも戻ってくるのかな。斉藤隆。そしてくしくも多分最後新庄の打席になりましたね。8回裏だから、9回裏ないとしたらこれがちょっといい角度欲しいね。よし、いい角度いい角度、来た来た来た。あサムネに使えるようないい画像来るかと思ったけど来なかったさあ9回のマウンドにはミラバルを送り出すのはうちのマナーですね。うちの流儀。ここで抑えのエースミラバルの投入です。いやー、4年目にしてまた優勝ですな。日本シリーズも優勝ですな。もうミラバル球威がすごいから、これもう前飛ばないよ。球威しか来たいじゃないから、ろくに球が前に飛ばないよ。変化球はいらない、直球で押していけ。速球中心のね、ねじ伏せていけ。飛ばない飛ばない、前に飛ばない。うちのミラバルの球威をもってすれば前に飛ばすことなど。若干カクつくな、なんか若干か、前飛んでるし宇宙感じゃないか。長池もんた、村田義信。早っ、盗めるものかいね。村田がさ、こう見ると打点が多いな。56打点か、2割3分で56打点いくかな。まあフルシーズン出て、多分巨人も打撃のチームだったんだろうね今年ね。だからちょっとランナー結構の、こういうと堀光一がおる。でも堀よりも村田義典の方が打撃が良いと判断しての8番か、それとも9番に小兵を置くという意味での9番堀なのか。いや、ヒット数88で並んでるのか。余裕の中での勝利、特に感動もない、感動もないよ、うん。あとはもう世界一、そして宇宙一を目指す、そういう位置にいるから、もう日本一になったぐらいじゃね喜ばないよ。イエー、勝利の美酒に酔っている。新庄監督についても片言語ったかな。期待するところも大きいし、采配とかどうなんだろうな、選手の使い方とか選手起用とかどうすんだろうな。でも選手起用めちゃくちゃ下手そうな気がしない。グズグズ言うな。焦らないことだね。腰が、あれ森本使ってなかったっけ。まあ、使うしないな。試合に出られるのがあんまりなさい。個人の扱いで文句を言うやつらが多く出てるけど、でもなあなあ
おかしいな。別に、別になんか、虐げてるつもりはないんだけどな。今回あの満腹コースだわ。あー、どうしよっかな。10月、うん、ここまでだな。あんまりなんかみんなここまでだな。世界選手権、あの世界大会が開催されたので、11月に上げる焼きつくの動画としては、10月に上げる動画は世界選手権編としましょう。今回は、まあ、日本シリーズ優勝したっていうのと、新庄監督、うん、が、監督が新庄になってよかったなっていう話ですね。やったーっていう話でございますね。北広島に行ってもね、まだなんだっけかな、新球場はね。来年再来年うん、とは思うけどね。新しい日ハムを新庄に託してほしい。新庄にかけてほしいね。日ハムというチームはね、栗山も決してっていうか、まあ、名称だよね。日ハムからしたらね、名称だけどね、まあ、長いこと監督をやってきたということで、やっぱここら辺でね、たとえ名称とはいえ栗山も入れ替えをして、もちろんあのアドバイザーとしての立場ではいてほしいよね。栗山もね、ずっとね、日ハム愛の強い人でした。栗山自体は監督になった時は、栗山かよって思ったけどね、もう蓋開けてみると、まあいい監督だったなと思うところも多いのでね。ただまあ新庄に関しては、最初の期待値が高いから不安だよな。きっと新庄なら面白くしてくれるとか、きっと新庄ならファンを楽しませてくれるっていう期待は膨らむけどさ、やっぱ弱かったらね、プロ野球の世界ね。ファンありき、人気ありきのプロ野球とはいえ、弱かったらね、ちょっとやっぱり、何やっても空回りみたいなことになりかねないから、その辺ちょっと気になるところもあるけども、まあ、楽しみですね。新庄の監督が楽しみということで、10月分のね、焼きつくは、こんなところにしましょう。まず11月にも焼きつくをあげられればいいなと思います。ほんなまた。